大志、ママの学校には夏休みがありませんが、ママの分もたくさん思い出を作ってね。遅くなったけど、パリの写真を送ります。ごめんなさい。琴美は悪くないよ。一緒に公園に出かけたんだよ。抱きしめて。パリにいないとしたらどこにいるの？香川県小豆島らしいんだ。これが6歳の誕生日プレゼントね。分かった。行きたかったな、大志がこの自転車乗るとこ。大志に何て言おう。ママは遠い国で頑張ってるって伝えて。お母さん、小豆島で何してる？ママはパリでファッションデザイナーやってる。何それ？お願いがあります。大志を小豆島に行かせないでほしいんです。ママに会えたらもう嘘つかなくて大丈夫だよって言ってあげるんだ。あなたに届く愛と感動の贈り物、僕とママの黄色い自転車。ママ、僕のママでいてくれてありがとう。